昼間のうちに来ないとまず売り切れるよ。そうなの？なんだ、せっかくわざわざ来たのに。じゃあ帰るか。それじゃあ失礼しますね。バイバイ。ああ、まずいやつに見られちゃったな。バイト禁止されてるのにさ、ミッキーに見られちゃった。そう。ふーん、そんな風な子には見えなかったけどね。いや、二人はまだミッキーの本性を知らないからさ。あんまり気にしたことないからよくわからない。気にした方がいいよ、エマは。ま、しょうがないか。さっきの話だけどさ、実際よく忘れられたね、ヒロッチのことだって。あの夏あんなことがあって、あれのこと？うん。あれ、結局何だったんだろうね。夢じゃなかったよね。こんなこと口にするのすごい久しぶりだけど。久しぶりなんだ。まあね、だって嘘っぽいもん。自分が体験したことなのに、それなのに嘘っぽい。そっか。嘘じゃなかったはずだけどね。さあ、
あの時の京介ちゃん、かっこよかったよ。お茶、ごちそうさま。うん。そういえば、他に店員さんいなかったけど、和葉ちゃんだけなの？夜はね、昼間は別にバイトが2人いて、プラス店長かな。あんま繁盛してないみたいだけど、バイト代ちゃんと出てる？というか、このお店って昼間がメインだから。キキってケーキの販売がメインで、だから喫茶店はおまけみたいなもんかな。ケーキ？わお！昼間のうちに売り切れるくらい人気なんだ。おいしい、おいしい。もちろん。えへん。それがなぜかと言いますと、私がレシピ作ってるからなんだ。え、マジ？うん、レシピだけね。朝っぱらからバイトしに来るわけにはいかないから。閉店した後、よく研究もしてるんだ。食べさせてあげるから、楽しみに待ってて。マジで楽しみ。忘れないでよ。んじゃ、そんなところで、また明日ね。なんかアニメみたいな格好だよね。今時じゃないのは？お寺って？ちゃん、久しぶりだったっけ。そうね、多分昔のまま。霧式に上がって一緒のクラスになったけど、やっぱり私もそう思ったから。見たいよ。私に言ったことがあったから。お家でずっと双葉を待っているんだって。そう、
7時半か。急がないと閉店かな。京介くん、こんばんは。ゆきえさんでしょ。しょうがないわね。どうかした？ぼんやり立ってたみたいだけど。ああ、買い物。エマちゃんは偉いな。ちゃんとああいうお店で買って。近いうちにね、息子が来るのよ、寮が。それで料理の勉強をしておこうかと思って。腕がなまってるかもしれないからね。お弁当とはまた違うし。あ、ゆきえさん、こんばんは。こんばんは。お買い物は終わった？はい。それじゃあ帰りましょうか。ゆきえさんも帰りなんですね。ええ。いいの？重いわよ。あらあら、だから重たいって言ったじゃない。お兄ちゃんたら大げさ。それにしてもいつも仲良しね、二人は。今はもう兄弟二人きりですからね、お兄ちゃん。ほんと、りょうたちにも見習ってほしいわ。幼い頃に別れたからって、やっぱり実の兄弟なんだし。無関心なのはもっとたちが悪いと思うわ。そうそう、小耳に挟んだんだけど、近頃この町になんか変な薬が出回っているとか。それ本当かしら？本当なの？
私の方は昨夜に友達から聞いたとか言っていたんだけど、どうなのかな。もしかして警察でもそういう話が出ているんですか？どうかな。私は科が違うからわからないけど、でもまさかね。森園町って治安のいい方だし、そんな町が麻薬で汚染されているとはちょっと思いたくないけれど。もし何か見聞きしたことがあったらすぐに私の方に連絡ちょうだいね。警官募集のポスターに使えるわよ。それじゃ。薬か、本当かしら。いただきます。またテレビ。昔はテレビなんかつけなかった。食事をしているとき。まあね。足、大怪我負ったんだって。確か車にひかれたとかで大変だったみたい。リハビリが長引いて。みんな和葉から聞いた話だけどね。病院にいるとき？なかったと思う。私、いつも病室からあまり出なかったし。